チャーハンと焼き餃子5個、瓶ビール売ってますか。はい、瓶ビール、はい、ボデーに来る寒さですな今日は。今日はね、またあの北区の浮間に来てまして、でね、新に行こうかなと思ったんですけど、行く手前にね、歩いてたらね、こんなお店を見つけまして。黄昏れてますな。気候坊、うん、今日はね、気候坊さんで一発かましてみようと思います。すいません、はい、チャーハンと、チャーハンと、はい、あと焼き餃子5個、まあ、これですか。餃子ね、チャーハン餃子、はい、あと瓶ビール作ってます。はい、瓶ビールね、はい、以上で。あとごめんなさい、すぐ出るやつってピリ辛きゅうりとかですかね。出ない、出ない。じゃあピリ、ね、チャーハン餃子にピリ辛きゅうり、はい、以上で、はい。
こちらは石川県輪島産のノドグロを日本三大宝庫の一つであるバイカの内臓を使って自然発酵を熟成させた石毛醤油と醤油で味付けした一夜干しと。金沢にしかないスイーツの名店の商品を取り扱う珍しいセレクトショップ、ジュ・フランサ。鈴鹿王子はトップオリジナルのチョコレートとメレンゲクッキー。今ではおしゃれなカフェや雑貨店なども多い人気の観光スポット。はい、さあいよいよタレを新品になりますけど、うん、幻の牛肉待ってました、はい、本当に。それがこちら。まずは一膳目は石川県の能登の甘酢という特別な味を入ってますので、そちらでいつもご覧いただければと思います。奥能登の伝統的手法、揚げ浜式そうめんで作られる。いや食べましたけどね、いや結構食っちゃったな。でもね、まあそれぞれ美味しかったです。ものすごくうまいかっていうとあれですけど、うまかったです。まあ、チャーハンね、もうちょっとラード効かしてもいいかなと個人的には思ったんですけど、まあ、女性がね作ってたんで、女性らしいこう優しい感じのチャーハンになってましたね。餃子あれで250円は安いね、5個入ってね。ランチタイムはそういう意味では得だと思います。 D 払いから PayPay からまあ何でも使えるんで、そういう点ではねすごく便利だなと思いました。ごちそうさまでした。また近くに来たら寄りたいと思います。